こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、弁済業務保証金分担金と弁済業務保証金について解説させていただきます。この部分、理解していない人意外と多いんですね。なので、この部分を全体を見つつ、さらにその中の今回はここをお伝えしますよっていった感じで、全体を見ながら細かい部分も見ていくっていうやり方で解説していこうと思います。まずなんですけれども、ある法人がいました、ありました。その法人が、宅建業を行いたいと思った時に、まず初めにやることは、免許を受けることなんですね。で、この免許を受けるっていう段階がこの段階ですね。免許を受けます。じゃあその後何をするかっていうと、営業保証金を供託するか、保証協会に加入するか、どっちか選ぶんですね。どっちか選びます。これなんでこんなことをするかっていうと、これから不動産取引を行っていく中で、不動産取引っていうのはすごく金額が大きいんですよね。となってきた時に、お客さんに与える損害というものも大きくなるんですよ。万一のことがあった時、お客さん、買い主っていうのは数千万円の損害を受けたりとかってすることもやっぱあるんですよね。それに備えるために、この2つのどちらかを行いましょうっていうことです。これイメージとしては、お金を預けるんですね。万一のために備えてお金を預けましょうという制度なんですよ。で、どちらか一つ選べばいいですよっていうことなんですね。で、営業保証金の供託については、本店は1000万。で、1支店あたり500万なので、例えば、本店と支店1個構えるっていった場合、営業保証金は1500万円供託しなければなりません。一方で、保証協会に加入する場合っていうのは、本店が60万円。で、支店は1支店あたり30万円なので、先ほどの具体例で言うと、本店と支店一つだから、90万円で、加入できるんですね。厳密に言ったら事務手数料とかいろいろかかるので、もうちょっとかかりますけれども、1500万円よりかは、はるかに安い金額で加入できるんですよ。なので、大手とかだと、こっち選ぶんですが、中小企業さんだと、こっち、保証協会に加入する場合が非常に多いです。で、どちらか一方やっていただいた後に、事業を開始できると。いう流れなんですね。で、今回お伝えをする話っていうのは、この下のルートですね。この下のルートをお話しいたします。まず、この弁済業務保証金分担金というのは、宅建業者が保証協会に納付するお金を言います。ここですね。この図はちょっと頭に入れておいた方がいいと思います。自分自身で書けるぐらいにした方がいいですね。宅建業者が保証協会に納付する、納めるお金。これが分担金の方です。分ですね。で、一方で、分担金を納付してもらった保証協会が、供託所に預けるお金。供託するお金ですね。これが弁済業務保証金です。まずこの違いを頭に入れておいてください。こっちは分担金、こっちは弁済業務保証金です。で、供託所って何なのっていう方いると思うんですけども、供託所っていうのは国の機関です。法務局と呼ばれるところなんですね。法務局。国の機関に預けてるんだなといったイメージで大丈夫です。で、続いてなんですけども、どれぐらいの金額を納付しなければいけないのか、また供託しなければいけないのか。これはですね、先ほどもちょっとお伝えしたんですけども、宅建業者が保証協会に納付するお金っていうのは、本店が60万円、支店は1支店あたり30万円です。なので支店が多くなればなるほど、この30万円がどんどん30万、30万、30万って加算されて、合計した金額を納付すると。いった感じなんですね。で、これっていうのはお金じゃないとダメです。お金で納付します。で、一方で保証協会が供託所に供託する金額っていうのは同じなんですね。本店が60万円、1支店あたり30万円で、金額的には同じなんですけども、違いっていうのは、弁済業務保証金については、金銭でもいいし、有価証券でもいいんですね。で、有価証券って何かっていうと、国債だったりとか、地方債証券だったりとか、政府が保証する債券の証券だったりとか、そういったものでもいいんですね。なので、この点が違いますよと。弁済業務保証金については、有価証券も OK なんだよっていう点を頭に入れておきましょう。じゃあ、いつまでに納付しなければいけないのか、
供託しなければいけないのかなんですけども、分担金については加入しようとする日までに分担金を納付すればいいです。例えば免許を受けてから2週間以内に供託しろとかっていう期限は別にないんですね。だから免許を受けてから1ヶ月後に納付するといった感じでも、まあ問題はないです。ただ3ヶ月以内にこの手続きが終わらないと、免許権者から、免許を受けた免許権者、まあ知事だったり国土交通大臣から、催告が来ます。早く、手続きを終えてくださいっていう風な催告が来るんですね。なので厳密に決まってるわけじゃないけれども、まあ加入しようとする日までって、これ一応これ言葉は覚えておいた方がいいです。で、一方で弁済業務保証金については、納付を受けてから1週間以内に供託しなければなりません。まあ、これはちょっと覚えておきましょう。1週間以内ですね。これが弁済業務保証金と弁済業務保証金分担金の内容になってきます。まあ、重要な点はやっぱここですね。この部分が重要なので、ここはちゃんと頭に入れておいてください。また今回お話した話っていうのは、この下のルートの話なんだということですね。上もあるけれども、営業保証金の供託の制度、こっちは使わずに、保証協会制度を利用した場合の話なんだということも頭に入れていただければと思います。で、ちょっと細かい話をすると、保証協会が供託所に供託するこの弁済業務保証金ですね。これ60万、30万でこれ足りるのっていう、話が出てくるんですけども、実際保証協会に加入している宅建業者ってめちゃめちゃたくさんいるんですよ。1000とか、2000、3000、4000ってたくさんいるんですね。そうすると、供託しているお金ってもう数億とかになってくるんですね。もしかしたら数十億円になるかもしれない。なので、まあ、十分賄えるんですよ。普通に考えて、宅建業者がみんな悪い業者で、買い主に損害を与えまくるっていうことは、まあ、考えられないんですよね。全体の中でも、それでお客さんに損害を与える業者っていうのは、ごく一部なんですよ。なので、預けてるお金っていうのがすごくたくさんあるから、一社あたりで言ったら、この金額でも全然問題ないですよっていう話なんですね。で、さらにもう一歩踏み込むと、例えば悪い業者がいましたと。で、お客さんに対して、まあ、1000万円損害与えちゃったと。そうすると、まあ、供託所からこの損害を受けたお客さんに対して1000万円、まあ、還付するんですね。還付っていうのは、まあ、渡すってことです。そうすると、この悪い業者っていうのは、本店だけであれば60万円しか預けてないんですよね。まあ、結局60万。60万円だから、供託所に60万円しか預けてないけども、1000万円渡したって言ったら、全然足りないじゃないですか。で、そうすると、不足分については、保証協会が、宅建業者に対して、いくらいくら不足してるんで、その部分、納付してくださいね。不足分について納付してくださいねって請求かかるんですよ。で、追加で納付しなければいけないという流れになります。まあ、ここについても、まあ、細かい話っていうのが、宅建業法で規定されているので、まあ、そこは別途学ばないといけないんですけども、還付請求の部分ですね、学ばないといけないんですけども、まずはこの部分ですね、重要なところなんで頭に入れていただければと思います。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。